2013年7月27日にコンサートが開かれた秩父の宮ラグビー場パーナさん事件は2013年7月27日に東京都港区の秩父の宮ラグビー場で開催された日本のアイドルグループニュースの屋外コンサートが悪天候により中止され翌日に順延となったことで起こった種々の騒動事件である事件名についてはパーナさん事件 パーナさん事件、パーナ3騒動などの表記がある。多数の来場者が体調不良を訴え一部は病院に緊急搬送されたほか、翌日に順延されたことで多くの来場者が会場近くで夜を明かし、これに関して様々なトラブルの情報やデマがインターネットに流れた。なお、パーナとはニュースのファンの俗称である。パーナの名称の由来は、 山下智久と西木と両が脱退し、4名体制になって以来、ニュースが初めて発表した2012年のシングル、チャンカパーナにちなんでいる。このシングルに収録された同名の曲の歌詞に、愛しい人を意味する造語、チャンカパーナという単語が含まれていたことから、その語尾をとって、ニュースのファンをパーナと呼ぶようになった。2013年7月27日に、 七部宮ラグビー場にてニュースの屋外コンサートが開催された。同日午後6時より開演したものの、激しい雷雨に見舞われたことから、同日午後7時45分に主催者側より翌日、順延することが発表された。会場に集まった3万5000人のうち一部、来場者が雨に濡れて、停滞温床となったり、順延にショックを受けたことによる過呼吸など、体調不良を訴えた。 会場でも体調不良者へ手当てが行われ、さらに一部の来場者は病院へも運ばれた。その後の東京消防庁の発表によれば、低体温症や順延のショックで体調不良を訴えた来場者は87名に達し、そのうち41名は病院へ救急搬送された。いずれも軽症で重症者は出なかった。コンサートは翌日に順延されたが、 遠隔地からの来場者の一部は宿泊先を確保していなかったため翌日のコンサートを見ることを選択した来場者は急遽宿泊先を探すこととなった。宿泊場所を探す来場者の中の一部が27日夜半よりツイッターにおいて自分を一晩泊めてくれる人を募り始めた。それにこうし他のジャニーズファンから止めても構わないとするメッセージも次々と投稿される。 こととなった。その後、自宅に来場者を実際に宿泊させたと名乗る者から、挨拶や、礼も言わずに、不平不満を漏らされたり、飼い猫に文句をつけたり、寿司でもてなそうとしても断られる、といった対応を宿泊者にされたとするツイートがなされた。この投稿に対しては、善意で止まらせた者へ同情するコメントが多数、寄せられた者の,の、パーナを悪く言うな、などと批判するコメントも寄せられ、 ツイッター上でのやりとりが繰り広げられた。このような来場者の一部と思われるものから、コンビニやスーパーなどの商店からの無償での食料提供や、マスコミへの仮眠できる場所の提供、警察への宿泊先のない来場者全員を保護などを求めるツイートがなされ、大げさな要望も参見されたことから、これらツイートに対して批判的なコメントも寄せられた。また、ツイッター上では、 宿泊先のない来場者のために国立競技場が開放された警視庁や消防署なら宿泊させてもらえるなど宿泊施設に関する虚偽の情報も流された。さらにその後、ナンパ車やレープ車などがパーナを狙っているパーナがハサミで服を切り裂かれたパーナを襲撃しようとした男がいる始発電車に乗るパーナを狙って暴漢が待ち構えている 偽の警察官が出没している過去級に聞くと偽り、パーナに違法薬物を渡す者がいる、多数のパーナが連れ去られた、など、宿泊先のない来場者が犯罪に巻き込まれているという真偽不明の情報がツイッター上に投稿され始めた。さらに、このような情報がツイッターで次々と拡散されたため、根拠のない情報が一人歩きする事態となった。また、 この情報を拡散しない人も加害者に、等しいというような文章も虚偽のツイートに添えられてたことから、これらのデマは、チェーンメールのように広まっていった。このような情報に対して、何のために税金を払っているのかと憤取った上で、警察への批判をする者も現れた。さらには、拉致されそうになっていた、パーナたち21名を救出した、と豪語する者まで出現した。 最終的には J ・キャストニュースが実際のトラブルの有無について警視庁広報課に問い合わせたところそのような事実は把握していないと回答している。なお、翌日7月28日に順延されたコンサートは予定通り開催され会場の3万5千席はほぼ満員だった。この騒動についてネットニュース編集者の中川淳一郎は 何かを書き込むことによって、いいことをした気分になるという自己満足が横行したと指摘した上で、現代社会のデマは瞬時に広がるから注意が必要と呼びかけている。また、エッセイストの農町ミネコは、ツイッターで出回ったデマの内容について根拠がなさすぎると断じた上で、便利な道具があっても頭がついていかないと、関東大震災頃のような低レベルなデマが、 飛び交うんだなぁと表している。R25 は2013年を代表する信号としてパーナを選出した。パーナ自体は2013年以前に生まれた言葉であるが R25 はあえて選出した理由として同年夏の野外コンサートでの騒動を上げており、これをきっかけとして日本社会において一気にパーナの名称が広まったと指摘している。週刊、文春は 2013年を代表する10大ネット炎上事件としてパーナ3事件を選出した。J キャストは2013年を解雇する記事でジャニーズ事務所に所属するアイドルのファンであるジャニーオタを取り上げ、ジャニーオタの間でよくデマが回ってるのを見ると述べ、その一例としてこの騒動を指摘した。ニュースポストセブンはニュースに限らないジャニーズファン同士のマナーの問題と、 関連づけて、もちろん、あの事件については、自分もニュースのファンとして恥ずかしいと思う。でも、すべてのジャニーズファンが世間知らずなわけではないんです。というニュースファンの声を取り上げていた。三村正和や宮迫博之など何万人もの、フォロワーを抱える複数の著名人らが、リツイートしたことで、本デマの拡散を招き、騒ぎを一層大きくしてしまった。 一般人の声をむやみに拡散するのは芸能人として少々考え物と報道関係者は懸念を示している。ありがとうございます。